またコメントをご質問いただきました。はい、ありがとうございます。小場処理の動画に、石川五右衛門さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。この動画とは関係ない質問で申し訳ありません。はい、革に染色をして色止めをする場合、オイルを入れてからレザーコートを塗るのか、レザーコートを塗ってからオイルを入れた方がいいのか、はい、どちらがいいのでしょうか。はい、ありがとうございます。あくまでも個人的な考え方というか意見なんですけども、レザーコート、レザーフィックスだったりとか、そういうのって、その名の通り、表面のコーティングですね、色止めだったりとか、外側からの水分から防いだりとかね、そういうのが目的なので、コーティング剤をした後にオイルアップしようと思っても、油分が皮に入っていかないんですね、弾いてしまって。表面でギトギトしてしまうような感じになるので、コーティング剤の後に入れるっていうのはあまり効果は得られないかなと思います。で、染色した革にオイルアップをしていくときに考えることは、大きく分けて3つあるかなと思います。で、1つは、染料の種類ですね。アルコール染料とか水性の染料だったりとか、特徴が違います。染料の違いと、それからあと染める革の種類ですね。通常のヌメ革なのか、染まりやすい炭炉とかを使うのか、うちの場合は、ヌメ革のナチュラルで使う革と染めで使う革ってね、分けてるんですよね。炭炉じゃないんですけども、通常のヌメよりかは油分が少なくてドライな革を使ってます。で、それから3つ目が、染め方ですね。うちのハケ染めって言って、ハケでこうやって色染める場合って、結構ね、たくさん染料入れないと均等に染まらないんですよね。それとは別に、こう、ガンで染めたりとか、スプレーで染めたりとか、あと、こう、スポンジみたいなので、ポン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 って染めたりとか、そういう染め方によって入り方が違うので、この3つが違うんですよね。で、うちは、アルコール染料を使って、水性染料を使わないので、ちょっとアドバイスができないんですけども、アルコール染料って結構ね、染料入れて乾いた、揮発した時に、もともと皮の中にあった水分だったりとか、油分っていうのを一緒にね、抜けちゃうんですよね。なので、もともとの硬さよりも、だいぶね、硬くなります。ドライな皮になりますね。なので、この違い、この、質問いただいた方がどんな染料を使ってるかちょっとわからないですけども、その違いと、その皮の特徴ですね、さっき言った、通常のヌメ、通常のヌメだと経年変化するのが魅力的じゃないですか。経年変化する革に染料で鮮やかな色で染めても、使ってるとどんどん濁ってしまいますので、発色がよく出て経年変化の振り幅も少ない革みたいなのに染めた方がいいかなと思うんですけども、そうするとドライだったりとか、タンニンが少なかったりとか、油分が少なかったりとかね、そういう特徴になります。で、そのさっき言った染めですね。なので、うちのハケ染めみたく、しっかりと芯まで染料が入ってしまうと、揮発した時に抜ける量もすごい多いんですよね。なので、しっかりオイルアップをしなければいけない。で、スプレーとかスポンジとかで表面だけポンポンって色つけるぐらいだったら、そんなに揮発した時に油分が飛ばないので、オイルアップの量も少なくて済むっていう感じですよね。染料を入れた分だけ入れれば入れるほど、乾いた時に、硬くなる、ドライになるっていう感じですね。アルコール染料の場合。で、アルコール、なので、アルコール染料で、カチカチになってしまったものにオイルアップしても、なかなかね、一回硬くなってしまうと、しっかりと芯までオイル入れるのって難しいんですよね。なんで、うちの場合は、どちらでもなくて先にオイルアップをします。染める前にオイルアップしますね。しっかりと。で、なんとなく白いヌメ革に、オイル入れると濁っちゃいそうな気がしますよね。しますね。だけど、これ見てもらうと分かるように、ちょっと色分かるかな、ピンク系の濁りやすい色なんですけども、色ちゃんと出てる？ちょっと照明がね、照明がね、オレンジ。すごくアルコール染料で、オイルアップしてから染めてもね、こんだけ発色よく鮮やかに染まるんですよね。なので、濁りはしないと思います。で、これ失敗事例なんですけど、これね、オイルの入れ方が足りなかったもの。さっき言った順番が逆の。あ、じゃなくて最初に入れたんだけど、量が足りなく、バランスが取れなかったってことですね。入れる量が。足りなかったりとか、染料が思いのほかたくさん入って、ドライになりすぎて、でもうこれ作ってる途中に、もう
ひび割れ起きそうだなと思ったんで、わざとグイって強く曲げて、ひび割れひどく起こさせたんですけども、こんな感じでね、同じ染料で同じ皮を同じように染めても、油分が足りないとこうやってひび割れ起きちゃうことがあるんですよね。先に。そう、先に。たくさんというか。たくさんというか、適度な量ですね。入れれば、こういうことが起きないので、こういうことが起きないために、しっかりとした順番で、しっかりとした量のオイルを入れる。っていうのが大事かなと思います。で、そのレザーコート、レザーフィックスとかって、表面のコーティングなので、通常のナチュラル色のヌメ革ですね。経年変化を楽しむような。で、使ってる途中にオイルアップをするような革。そういう革に、レザーコートとか、レザーフィックスコーティングしちゃうと、オイル入らなくなっちゃったりとか、使ってるこの手の油とか、摩擦によっていい経年変化するじゃないですか。そういうのも表面でコーティングで弾いてしまいますので、本来の魅力っていうのが出ないというか半減しちゃう可能性ありますので、なので、そういうメンテナンス剤だったりとか、保護剤っていうのは、目的と、革の特徴によって全部違いますのでね、何でもいいわけじゃないので、気をつけた方がいいかなと思います。そうですね。ヌメ革にレザーフィックスとかは個人的にはあんまりおすすめはしないですね。綺麗に使うならいいと思いますけど。はい、どうでしょうか、はい、ちょっと長い動画になってしまったんですけども。はい。テロップ入れますか、はい。伝わればいいかなと思います。はい、またご質問お待ちしてますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。